はい、皆さんこんにちは。今回は富士フイルム XE4 を持って北野天満宮の梅園、こちらのライトアップを撮影してきましたので紹介します。はじめにキットレンズの XC1545mm、 こちらを利用しての手持ちでの歩き動画を撮影してみました。180度反転のチルト液晶を採用していますが、ホームページの概要にも謳われているように、基本は静止画でのセルフィー撮影、または三脚に固定しての動画撮影がメインとなります。ここ北野天満宮も花手水を設置されていましたので、静止画と動画を撮影してみました。それでは梅園の方へ入場していきます。北野天満宮の梅園のライトアップは金土日の夜のみ実施されており、地面には LED 照明が設置、また梅の木々にはガラスの瓶の中にろうそくを灯して雰囲気のあるライトアップとなっています。それではここ紅梅殿と松明を模したガス灯のこちらをフル HD240p のハイスピードモードでの撮影をしてみました。撮影シーンを録画するため体の前に出して録画をしています。できるだけホールドに努めていますが、呼吸に合わせて上下に揺れているのがわかると思います。では撮影した結果の方はどうなるかご覧ください。ご覧のように呼吸による上下程度でしたら、レンズ内の手ブレ補正でなんとか吸収できているのがわかります。それではメインの梅園に向かっていきます。まず梅園入口で縦構図で撮影をしました。 ISO はオート1800の数字になっています。ここからの撮影ですが、動画をメインに撮影をしましたので紹介します。この時の動画の設定ですが、 ISO はオート、シャッタースピードは60、ホワイトバランスは日陰に設定して撮影をしました。撮影中の ISO 感度に関しては3200と表示されていました。梅園の中央にある池を撮影してみました。撮影モードはプログラムモード、 ISO 感度はオートに、上限3200になります。撮影した結果はこのようになりました。プログラムモードで撮影すると ISO を上限の3200まで上げて明るく映し出しています。こちらの動画撮影では望遠側にしましたので、 F 値が 5.6、 ISO の感度は3200に固定して撮影をしてみました。次の撮影では見た目に近い明るさで撮影したかったため、 ISO 感度を調整して5000で撮影をしてみました。動画時の ISO 感度に関しては、静止画のようにオート1、オート2、オート3のように ISO の上限を決める設定項目が動画にはありません。この暗さでの撮影ですと、 ISO をオートにしますと上限の12800、すべてこの数値での撮影で開始されます。次の撮影ポイントは今年から新設されました高台の展望台、こちらの方から撮影をしていきます。暗くなってからの静止画の ISO の設定ですが、オートに上限3200を設定して撮っていました。
天候に関しては曇り時々小雨が降る少し風の強い夜の日の撮影となっています。展望台からの撮影、池の撮影でも広角を使った広く風景写真を撮るような撮影は問題ありませんでしたが、花を撮るために近寄って撮影した場合、ほとんどの写真が全てブレた状態で写していました。撮影中を録画するため少し前に出して撮影していたスタイルや、この日の風の影響、 ISO を上限3200としていたのが要因だと思います。ですがこの日最後に撮ったこの写真、脇を締めてファインダーを覗きながらしっかりと撮影しましたが、少し甘い撮影となりました。 ISO 3200でシャッタースピードが1/2秒、レンズの性能というよりか撮影者の技量不足というのが一番大きな要因だと感じてしまいました。富士フィルムの XE4 レンズキットの XC1545mm のレンズを使用しての京都北野天満宮での梅園ライトアップ撮影時の静止画と動画の設定を紹介しました。参考にしていただければと思います。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。